侍の男女関係、恋愛と結婚の分離、恋愛は個人の感情、結婚は家と家の政略的な結びつきだった。女性の政治的影響力、一部の女性は陰ながら政治的影響力を持ち、実際の地位は文献よりも高かった場合がある。男色の文化、主君と家臣、武士同士の間で男色関係が流行していた。妻の家庭内役割、妻は内助の功を果たし、家庭を守る存在とされた。側室の存在、武士は正妻以外に側室を持ち、子孫繁栄を図ることが一般的だった。女性の低い地位、儒教の影響で女性の地位は低く、女は三重の考えが根付いていた。政略結婚の重要性、家の存続と領地経営のため、政略結婚が武家社会で重要視されていた。美少年との絆、若衆と呼ばれる美少年との強い絆は、共に死ぬ覚悟を持つ関係から生まれた。妻の支えと影の力、妻は夫を陰で支えることが求められ、夫婦の仲は必ずしも良好ではなかった。側室と正妻の身分差、側室は正妻との間に身分差があり、側室の存在は子孫繁栄のためだった。